アルム980便富士着水事故は、1970年5月2日に発生した事故。ニューヨークジョン・ F ・ケネディ国際空港発オランダ領、アンティル諸島、プリンセス、ジュリアナ国際空港業だった、アルム980便が、数回の着陸復興の後に、セントクロイ島から48キロ離れたカリブ海に富士着水し、23人の死者を出した。事故機のダグラス DC-9 から 33CF は、オーバーシーズ・ナショナル・エアウェイズの所有だった。アルム・アンティリアン航空は機体を、オナから借り、アルムの乗務員によって運航するリース契約を結んでいた。1969年に製造されており、総飛行時間は2505時間だった。980便には57人の乗客と6人の乗員が搭乗していた。乗客のうち2人は幼児だった。コックピットには機長と副操縦士、航空士が乗務していた。機長は37歳の男性だった。総飛行時間は12000時間で、DC-9 では1700時間の経験があった。副操縦士は25歳の男性だった。総飛行時間は3500時間で、DC-9 では600時間の経験があった。航空士は35歳の男性だった。総飛行時間は7000時間で、DC-9 では17時間の経験があった。980便は、ジョン・ F ・ケネディ国際空港から通常通りに離陸し、カリブ海上空を飛行していた。その後、管制官から1万フィートまでの降下許可を得たが、プリンセス・ジュリアナ空港の天候が悪く、視界もあまりないことを知らされた。機長は予定通りにプリンセス・ジュリアナ空港へ着陸することにし、しばらくすると管制官が空港の天候が回復したと告げた。980便は、最初の侵入で滑走路を視認できず、着陸復興を行った。2度目の侵入は滑走路との位置が合わず、3度目は機体が高すぎ着陸できないと判断して復興した。天候と燃料の状況確認をした後、乗員はセントトーマス島へのダイバートを決断した。この時点で乗員は計算した燃料残量と実際の残量に食い違いがある可能性について気づいた。乗員はセントトーマス島よりさらに近くにあるセントクロイ島への着陸を試みようとしたが、結局燃料が足りなかった。機長は管制官に富士着水すると伝え、カリブ海への着水準備を開始した。現地時間15時49分に機体は富士着水した。富士着水を行うというパイロットの報告は付近を飛行するパンアメリカン航空454便なども聞いていた。パイロットは着水前にシートベルトサインをつけたが、客室の何人は気づかなかったか理解しなかった。その結果、乗員乗客の一部は着水時に立っていたかシートベルトをしていなかった。機体は着水後も変形はしなかったが、約5000フィートの海中に沈んだ。パイロットはどちらも生き残っていた。ヘリコプターによる生存者の救出は着水から約1時間半後に開始され、救助開始から1時間後に最後の生存者である副操縦士が救出された。最終的に乗員1人と乗客22人が死亡した。救助活動は沿岸警備隊、海軍、海兵隊によって行われた。パンアメリカン航空の航空機が救助ヘリを現場まで案内した。国家運輸安全委員会によって調査が行われた。報告書では、燃料の管理不十分や、気象条件や、複数の混乱によって、パイロットが注意散漫になったことが事故原因とした。主に、燃料消費率の誤算、燃料ゲージの誤読、及び着陸時に残ると予想した、燃料量の誤りが燃料を枯渇させたと述べた。NTSB は、この事故の原因は、燃料がなくなるまで空港への着陸を行わず、代替空港にも向かわなかったことだとした。また、着水前後で乗員同士での話し合いが足りなかったために、犠牲者を増やす要因となったと述べた。報告書では、緊急着陸及び脱出のチェックリストに乗客へ警告すること、パブリックアドレスを使用すること、古いタイプのシートベルトを段階的に廃止し新しいものにすることを提言した。ありがとうございます。